松潤さんメッセージありがとうございます。松潤さんのことをねちょっとわからない部分もあるんで勝手なことを申し上げますけども、私はね松潤さんがこうなればいいなっていう風なイメージがあります。それはですね、 YouTube とピアノ弾き語りを、この2つをね使ってそれで生計を立てていくことは十分可能だと思いますので、松潤さんがそれを望んでいるんだったらその未来を私は提供できるということです。ただ提供できると言ってもはいどうぞってことではないです。松潤さんは松潤さんでやることがあります。商品を作ること、集客をすること、セールスをすること、この3つですね。この3つがなければ何も成り立ちませんので、ピアノを弾いてればいいってものでもないんですよね。ちゃんとビジネスを覚えていく必要はあります。ですけどもね、どうでしょうかね、今何をされているのか私は詳しく分かりませんけども、松潤さんの大好きなこと、ピアノじゃなくてもいいんですけどね、大好きなことが YouTube とかインターネットを通じて収入になって、それによってですね年間で500万とか1000万というお金を作ることができれば、それに越したことはないと思うんですよ。そしてそのお金を持って、そして時間的な余裕を持って新しい作品がどんどんできていけば社会にとってもプラスになると思うんですよね。でも逆にですね、嫌なことを仕方なくやって生活費を作っているっていう、そういうふうなね世の中の現状、これがあります。でもそれをやるところで働いている人も幸せにならないし、いやいや作ってる商品で世の中が豊かになることもないです。そう考えていくと、やっぱり芸術とかね文化っていうのは、それを作るに値する人が生活費を気にせずにやるからこそもっともっと伸びるんだなと思うんですよ。かといっても昔みたいな貴族階級みたいな暮らしは私たちはできませんので、自分で小さなビジネスを所有することによって、そのビジネス、昔は奴隷だったんですけども、その自分のビジネスを回転させることによってね、そこで時間と所得が生まれ続けるから、今日自分の創作能力を高めるためにどっかのランチ行こうかな、素敵な景色を見に行こうかな、旅に行こうかな、いろんな文献を買ってみようかなっていう風な創作活動がもっともっと自由になると思うんですよね。そうするとインスピレーション、発想、人との付き合いが増えていって、さらにいい作品ができていって、その新しい作品によって感化された人がまた新しい価値を作り出すっていう風なね、こういう風なこの池にポチャンと落としたこれ波紋ですよね。波紋のように松潤さんの能力っていうのが世界に、そして時間を超えて未来に広がっていくと思うんですよね。いかがでしょうか。で、今回ねいただいたメッセージの中で、ハッピーバースデーをねモニターさんにこうやっていただくっていう話がありましたけども、これそのモニターさんがね重要なのは、モニターさんがそれをね本当にやりたいと思ってるのかってことなんですよ。松潤さんがちょっとやってくんないみたいな感じだと、このモニターさんは途中で挫折してどっかに行ってしまう恐れがあるんですよ。そうなると2つの不幸があるんですよ。松潤さんは頼んだ人との縁がねちょっと気まずくなるっていうことがあって、次頼みにくくなっちゃいます。もう一つは頼まれた方が途中から嫌々になってしまうってことなんですよ。実は人を育てるってね、毎日新しいモチベーションを提供していく、いわゆる自分がモチベーターにならないとついてきてはくれないんですよね。例えば私の場合はお金の問題解決してますんで、こういう人が稼げるようになりましたとか、こうやったら成果が出やすいですと、1週間以内にあなたは5万円稼げるようになりますけど、それをやっていきましょうっていうふうに新しいねモチベーションをどん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 提供していくことになるんですよ。で、私松潤さんに動画を送るたびに新しいモチベーションになるような材料をどん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 ね送り込んでいるつもりではございます。まあですんでね、今日みたいな動画2本を今日は送ってくれましたよね。あともう1本の動画の編集後でしますけどもね、そちらの方に繋がったんだろうなと思います。で、そうですね、分かりやすいモチベーションとしては期限と成果を与えることなのかなと思います。そのモニターさんにハッピーバースデーができたら、例えばね3万円あげるよみたいなギャラっていうのもいいかもしれませんし、それが終わった後に何かのコンテストで優勝を狙っていこうねっていうものもあるかもしれません。私の場合でしたらね、こういうふうに考えることができるかなと思います。例えばね、松潤さんが誰かに歌を教えます。その歌を持ってカラオケのね、近くの近所のカラオケのなんかポイントが出るんですよ。今点数が100点満点で、で、あのカラオケで90点台を3ヶ月以内に私は取らせますよっていうふうなこのコミットをするわけですよ。そして、あ、90点台歌うたびに出るようになったら嬉しいですみたいな人がモニターさんになっていただくと、共通の目的に向かっていけるわけですよね。で、点数なんで、じゃあそろそろ今月の末になったんで1ヶ月トレーニングしたんで点数測りに行ってみようかって、あ、85点だねって、前回72点だったから10点上がったよねって形でこうモチベーターをね、続けていくことができるんですよ。で、2ヶ月目は89点とか90点が出るようになって、3ヶ月目に90点を10回歌ったら5回ぐらいが90点オーバーするようになったねってことで卒業みたいな感じですよね。で、結果にコミットするってことができると思うんですよ。で、その経緯を持って次のモニターさんとか次の生徒さんを募集するってことはできるようになると思うんですよ。これはねテレビ番組と一緒ですね、この辺は。で、そういうふうにね、なんかこう期限を設けた数字的な目標を設定するっていうのが講師には必要になってきます。なんとなく上手だよね、良かったよねっ
っていうふうな、こういう曖昧なことではなくて、確かに自分はレベルアップしたなっていうのを数字で分かるように生徒さんに教えていくっていうことになるんですよね。まあ、ですんでね、もしかしてなんですけども、そのハッピーバースデーのピアノモニターさんやりますよね、成果が出てるのか出てないか分かんないような指導だとモチベーション落ちやすいんで、じゃあまあ今日は一小節を完璧にしていきましょうみたいな感じでね、やっていくとか、なんかちょっとその辺はね、音楽家としての工夫がそこにあると思いますんで、目指していただければなと思います。うん、まあ私がねやるんだったら、ちょっとピアノのことは分かんなくて申し訳ないんですけども、3ヶ月以内にカラオケの、得点のゲームでね、ゲームっていうか機能で3ヶ月以内に私は90点以上あなたに取らせることができますよっていうふうなコミットを与えておくことで、トレーニングに一緒に向かう。で、たまに測りに行って、今日は何点だったね、もうちょっとだねみたいな感じで励ましつつ、どんどん点が上がっていく姿を共有していくってことが、まあできるのかなと思っちゃったりしますね。で、そういうのを通じて松潤さんが自分の能力をインターネット上に表現することによって、集客もできて販売もできていって、ひいては自分の生活を支えてくれるそのマーケットを作ることができるんではないかなと思います。これが自分のビジネスを所有するっていう設計図なんですよね。ちょっとごちゃごちゃして分かりにくかったですかね。で、あとね、いつまでにどうするってコミットが必要だってことは今お話ししましたけども、私の例を申し上げますと、私はね、どんな方でも今月中に10万円稼がせますってことはね、約束できるんですよ。これはもう朝飯前です、そんなことは。もう今月中に10万円の売り上げを作る方法なんて山ほどあるんで、もうだからね、どれを選べばいいか分かんないぐらいです。だからそういうのを教わりたい人の人格とかね、余剰時間とか、どのぐらいの頑張りができるのか、特技っていうのが最初必要になってくるんで、いろいろとコミュニケーションやり取りするわけですよね。で、得意分野とかやりたい意欲がなければ、その人はもうちょっと除外ですよね。やっぱりやりたいところがあって、何がしかの特徴がなければ、そこを突破口にして結果に結びつくってことが非常に困難なのと、やっぱり人生30年40年50年続けてきて、得意分野一つもないっていう人はちょっとね、もうこれからも期待できないっていうところはあります。ただそうは言ってもね、今日からやる気が出ましたって人に関しましては可能性が十分ありますので、私はしっかりとね、尻を叩いていくことはできますけどもね。はい、ということでね、いろいろと申し上げました。モニターが頼めてよかったなっていうところはありますけども、できればね、モニターをやらせてくれって頼ませるぐらいじゃないと、結構ね、まあお前が頼んだからやってやったんだよみたいな、そういうふうな気持ちが残っていると、この企画失敗する可能性が高いんで、ちょっとそれをね、胸の奥に秘めていただければと思います。はい、じゃあこんなところでいいですかね。ペルソナ設定はね、良かったですよ、 OK ですよ。そのペルソナっていうのはかなり絞り込んでますんで、ここまで絞り込めてればもう十分だと思います。ただそういう方が松潤さんの動画を見てるかどうかっていう、その確率の問題になってくるんで、だから動画量産しないといけないでしょ。横にブワーッと広げていかないと。そう考えていくと、もう一本の動画の方すでに見たんですけども、尾崎豊さんのピアノの弾き語りっていうのはものすごく珍しくって、動画もたくさん残ってないんですよ。でも尾崎豊さんはピアノをね、やっぱり上手に弾かれるというところがありますから、尾崎豊さんのファンに向けて送るなんとかかんとかみたいなね、そんな動画を量産することによって、尾崎豊でまずねヒットしていって、そっから松潤さんに教わってみようかなという人は発掘しやすいんじゃないかなというふうな、そういう地図も今私は見えてきました。ですんでね、タイトルタグっていうんですけども、 YouTube のタイトルに尾崎豊ピアノ弾き語り、こういうのを入れた方が多分ね、なんですかね、ピアノ弾き語りトレーナー松潤チャンネルよりはヒットしやすいと思います。これは専門的な見地です。じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。